はい、こんにちは。酒とロックとんちくが大好きなスピリチュアルおじさんのライドと申します。ベストヒットライドでやらしております。よろしくお願いします。ということで、今話題のあのセテウスの船ってのに僕ハマってるんですよね。毎回もう見るたびに涙腺崩壊状態で泣いてるんですけど、あれってストーリーがあのなんていうんですかね、平成元年、要するに30年前と現代が行き来してって、30年前の事件を未然に防ごうとする息子のシンさんが、父親のあの警察官と会って、集団殺人みたいなのがあるんですけど、それを未然に防ごうというふうに頑張ってるっていう話なんですけど、ね、そんな30年前の事件みたいなの、まあ要するに昔の事件みたいなのって、誰もが持ってるってわけじゃないけど、僕も実はあるんですよ。30年前に起こった事件が実は僕の中にあって、それが誰にも言えないまま今までこういい年になってしまったっていうのがあって、もうふつふつとしてたんですよね、気持ちの中に。なので今回いい機会なので、その事件のことを初めて話します。こういう YouTube で申し訳ないけど、この事件のことを初めて話して、僕の心の中に残ってたちょっとしたトゲをちょっと抜きたいなと思ってですね。なのでちょっとそれを再現紙芝居でやるのでお願いします。見てください、どうぞ。俺は20歳ぐらいの頃にガテン系の会社で働いていた。時代も時代なので残業泊まりは当たり前。バブル真っ只中、24時間働けますかが働き方の基本だった。俺が配属された東京営業所の所長は田中所長。40歳前後で奥さんと二人の娘さんがいる。しかし田中所長は家に居場所がないのか、なかなか帰らない。仕事が終わると必ず、じゃあみんな飲み行くぞと営業所員みんなで飲みに行く。俺も早く帰りたいと思いながらも断りきれずに付き合った。お前ら仕事というものはな、飲みに行けば大体仕事の延長の話。よし、もう一軒行こうか。まだ行くんですか。田中所長はほぼ毎日事務所に泊まっていた。ある朝のことだった。俺は残した仕事があったので、会社に早めに行った。朝礼の2時間ぐらい前に着いて、ドアを開けた。あれ？誰かがいる。誰か泊まったのか？また田中所長だろうか。俺はドアを開けて中に入った。すると、床にうつ伏せに中年男が眠っていた。やっぱり所長か。そう思い、ふと見ると、俺は自分の目を疑った。うつ伏せに眠っている中年男の頭部は、ずるむけていた。これは。そして俺は見てしまった。そのうつ伏せの中年男の隣に、昨日飲んだであろうビール瓶が数本置かれていた。そして、そのビールの空き瓶の上に、ふさふさとした毛が、人毛のような塊が、かぶせられていた。これはまずい。焦った俺は気づかれないようにそっと部屋を出た。そして近くのマックに入り、朝礼近くまで時間を潰した。朝礼近くになり、何事もないような顔をして俺は会社のドアを開けた。そこにはいつもの姿の田中所長がいた。おはよう。俺は田中所長の頭部を確認した。どうした？俺の顔に何かついてんのか？いえ。俺はその1年後にその会社を辞めたが、あの30年前の事件のことは今でもずっと心の中に生き続けている。以上ということで、その30年前の事件のことを今やっと話せました。ちょっとすっきりしました。ありがとうございます。ということで、ベストヒットライドでした。チャンネル登録の方よろしくお願いします。またまた。